こんにちは。今回はオノマトペのバタバタとを一緒に勉強したいと思います。じゃあ、こちらを見てください。うん。これ、まず最初。手や足の音。これがバタバタですね。今、子供が倒れていますね。泣いていますね。このように手や足を振ります。これをバタバタで表現していますね。例文を見ます。 子供が手足をバタバタとさせて、ダダをこねている。または、子供が手足をバタバタさせて、ダダをこねている。このように言いますね。うん。ダダをこねますは、例えば、子供がよく倒れて、手や足を振って、あれを買って、あれ買ってって言っていますね。こういうのをダダをこねると言います。子供に使う動詞ですね。うん。 そして今度次。羽の音。これもバタバタですね。例文を見ます。ヒナが羽をバタバタとさせて、親鳥の帰りを待っている。またはヒナが羽をバタバタさせて、親鳥の帰りを待っている。このように言いますね。うん。まあ、手と足と同じなんですけども、鳥の場合は羽ですね。 うん、これを羽と言いますね。これをこうやって振るような音をバタバタと言います。ヒナは鳥の子供です。これをヒナと言いますね。うん、まあ、鶏の子供だけはヒヨコと言うんですけど、大体の鳥はヒナと言いますね。このように言います。そして今度次。風で物が出す音。これもバタバタですね。例文を見ます。 強風で、登りが、バタバタと、はためいている。強風で、登りが、バタバタ、はためいている。と言います。まず今、ここにある、うん、旗がありますね。この黄色いの。これを、のぼりと言います。うん。強い風を、強風と言いますね。そして、強風がこうやって吹くと、この旗が、バタバタ、バタバタっと音がします。これが、バタバタですね。はためきますは、この、 風で旗が揺れます。これを旗めきますと言いますね。こういった時の音もバタバタです。そして今度、物が落ちる音ですね。例えば地震が起きます。今男の人が隠れていますね。地震で本棚から本がバタバタと落ちてきた。地震で本棚から本がバタバタ落ちてきた。 このように言いますね。そう。本が上から落ちる音。あれもバタバタと言います。だから、よく日本人は地震が起きると、影に隠れますね。例えば、机の下に隠れたりします。うん。ただ、もっといいのは、あの、本棚をね、高いところに本を置かないことですね。<laughs> そうすると、あの、地震が起きても大丈夫だし、うん。ちゃんと棚を固定した方がいいですね。そして、今度、次。 人、動物、物が倒れる音。これもバタバタと言いますね。まあ何かが倒れますとかそういう音なんですね。例文です。異常気象で気温が高くなって人や動物がバタバタと倒れた。異常気象で気温が高くなって人や動物がバタバタ倒れた。このように言いますね。 今、私も今、タイにいますので暑いですが、はい。エアコンつけているけど暑いんですね。うん。ここは、うん。異常気象ではないんですけど、うん。気温が高くなって、人が、もう暑い、倒れますとか、なんか犬がもうバタ。<laughs> こういうのをバタバタと言いますね。倒れますという意味になります。そして今度次。忙しいという意味があります。今、男の人が忙しそうにしていますね。例文を見ます。 連絡しなくてごめんね。ちょっとバタバタとしていて。連絡しなくてごめんね。ちょっとバタバタしていて。このようによくね、日本人がね、言い訳をします。まあ、これは本当に忙しいんですけど、うん、バタバタしているという言い方をすると、忙しいですという意味があります、ね。そのような時に、このバタバタを使います。まあ、手足を振るような感じで忙しいみたいな意味なのか、 と思いますけど、こういうときバタバタなんですね。そして今度は慌てますという意味もあります。ちょっとさっきのね、忙しいに意味が似ていますね。例文を見ます。試験の前日にバタバタとしてもしょうがないからしっかり寝ましょう。試験の前日にバタバタしてもしょうがないからしっかり寝ましょう。 女の人は寝相が悪いですが、寝ています。このように、うん。あの、慌ててもしょうがないです。もう、試験の前の日ですから、もうゆっくり寝た方がいいですよ。慌てない方がいいですよ。という意味で、バタバタしてもしょうがない。うん。という意味がありますね。だから、試験の前日にバタバタしている人、慌てて勉強している人、という意味ですね。うん。はい。じゃあ、まとめです。 まず一番。そう。手や足の音ですね。子供がバタバタして、ダダこねてましたね。そして羽の音。鳥の場合はバタバタですね。親の帰りをバタバタ。こうやって振って、あの、待ってますね。そして丸三。うん。風で物が出す音。旗みたいなものですね。ああいうもので風が吹くとか、テントもそうですけど、バタ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 という音で表現します。 そして4番目は物が落ちる音ですね。だから上からなんかバタ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 って落ちるみたいな感じでバタバタと言っています。そして5番目、人、動物、物が倒れる音。まあ一回でバタと倒れたでもいいんですけど、バタバタ倒れますというと人がたくさん倒れています。動物がたくさん倒れています。物が倒れています。もういいです。木がバタバタ倒れた。こういうのもいいですね。 そして6番目はそう、忙しいという意味がありますね。ちょっと今バタバタしてるから後にしてみたいな言い方をします。そしてうん7番目はさっきみたいな慌てますですね。前の日に慌ててもしょうがない。バタバタしてもしょうがないですからもう寝ましょうというふうに言っています。このようにバタバタはちょっと騒がしい、忙しいとかこういった振るようなこういった感じの音を表すことが多いです。 うん、大切なのでしっかり覚えてください。じゃあ、今回はこれで終わります。ありがとうございました。